なんとなくわかんねん。行き場所を決めんねん。目的地を決めるんですよ。旅行と一緒です。海外に行きたいと思ってても、え、海外って、インドオーストラリアアメリカイタリアどこ わわかかかかららららんんっったた今何,何乗ったらいいかからへんでしょ海外じゃないねサンフランシスコに行くって決めるサンフランシスコだったら関空だったらこの飛行機乗ったら行くって明確になるじゃないですかどんな子育てがしたいのかどんな働き方がしたいのかどんな人生を歩んでいきたいのか一言にする言葉にするんですそしてそれを物語にして映画にしていくそうすれば今何をしたらいいかがわかるし毎日生きているっていう実感を取り戻せるんですよ はいどうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。自分が心から納得できる子育てや働き方や生き方を作るライフスキルの学校、始めていきたいと思います。今日のテーマは、自分らしく生きる7つの原理原則。早速ですけど、このようなことはありませんか子供や自分の親、家族、パートナーに優しくできない。 イライラや自分責めが止まらない。本音が言える友人がいない。何をやってもうまくいかない。自分のことを大切な存在だと思えない。しんどくても自分が頑張らなきゃって思ってしまう。疲れが取れない。毎日なんだかパッとしない。そのままの自分では価値がないと感じる。 当てはまることが一つでもあれば、もしかしたら、間違った人生脚本に従って生きているかもしれません。そうなんです。僕たち私たちは、人生脚本に従って子育てをして、人生脚本に従って人と関わり、人生脚本に従って毎日を生きているんです。つまり、人生脚本が間違っていたら、毎日しんどくなって、苦しくなって、生きづらくなって、何のために生きているかわかんない。 っってていうう感じになってしまうんです自分らしく生きるためには自分を殺す生き方ではなく自分を生かす生き方を選択することが大切です他人軸ではなく自分軸を作ること自分のやりたいことを我慢するのではなく自分のやりたいことどうやったら叶えられるんだろうってそれを考えて作戦を練って行動して自己実現していくこういうこっちの人生脚本を 選んんでで作っていくことが大事なんです今回はまさに自分らしく生きる、自分軸で生きる、自立して自由に生きるための人生脚本をどうやって作っていくのか、その原理原則を7つ厳選して紹介させていただきます。この7つの行動習慣を意識して仕事したり、子供と関わったり、毎日を過ごしていると、イライラとか自分攻めとかもやもやがスーッ なくなって自然体で穏やかに毎日を過ごせるようになります職場でも家庭でも自分の力を発揮して毎日喜びを感じて生きていて最高やってそういう充実感に溢れながら暮らすことができますこれからは自分のために生きていきたいとか知る時にはもうやり残したことがない最高の人生やった って言えるような、そんな人生を歩んでいきたい。そういう方は、絶対に最後まで見てください。この番組では、 大人も子供も心が楽になる、緩める心理学をベースに自分を責めたり、イライラしたり、なんかもやもやしたり、なんか自分を殺してる、そういう生き方から、そうじゃなくてね、自分を活かす、自分の得意、自分のやりたいことを活かす、そして自然体で自分軸で生きていくための考え方、行動習慣や心理学を紹介しています。興味がある方は、 チャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。こっちかなこっちかなわからないけど。ということで、早速ですけど、始めていきたいと思います。今日はこの7つを紹介していくという感じで進めていきますよ。60分になるか90分になるかわかりません。全力で話していきたいと思います。自分らしく生きる7つの原理原則。1、人生脚本を作る。2、コントロールできることに集中する。3、解像度を高くする。4、 アサーティブに自己表現する。5. 習慣を作る。6. ベストコンディションを作る。7. ライフスキルを身につける。ということで、まずは一つ目、人生脚本を作るということで、最も大事なことを最も最初に話したいと思います。はい。ということでね、先ほどにもお話しした通り、僕たち私たちは人生脚本に従って人と関わり、 人生脚本に従って生きているんですよだから人生脚本を変えないことには自分は変わらないし人との関係性も変わらないし人生が変わらないんです、はい、でその人生脚本とは何なのか、はい、それは0から6歳までの親子関係によって身につけた信念とか考え方とかルールなんですねルールですね 親に見捨てられないための生存戦略と言い換えることも可能です。僕たち私たちちっちゃい頃お父さんとかお母さんに嫌われたくないって思ってたよね。思ってたよね。うん。あの、好かれたいし、褒めてもらいたいし、認めてもらいたいし、受け止めてもらいたい。逆に嫌われたくないし、叱られたくないし、捨てられたくなかったんです。 だから、僕たち私たちは、お父さんとお母さんに嫌われないように、まあお父さんお母さんではなく、近親者でもいいんですよ。身近な家族、身近な方から、嫌われないために、褒められるために、そして捨てられないために、どうしたらいいのかなって、ちっちゃい僕たち私たち考えました。その作戦、生存戦略、考え方、関わり方、生き方、それが人生脚本なんですよね。 えー、礼儀マナー、ー図書館では静かにしないといけないとか、橋はちゃんと、えー、交差したらあかんとかね、こう、お価値も未だにできないんだけど、橋をこう、なんか持たなあかんとかね、きれいに持たなあかんとか、家族とはこういうふうにコミュニケーションするんだよ。朝起きたらおはようっていうとかね、えー、プレゼントもらってありがとうっていうとか、人との関わり、人間関係の作り方、えー、悪いことしたらごめんなさいって謝るとかね、あとコミュニケーションのパターンですよね。人がボケてきたらどういうふうに突っ込むとかね、いじってきたらどういう ううにかわすすととねねそいこでコミュニケーーションンのパターンあと、物事、善悪の判断何が正しくて何が間違っているのかっていうそういう善悪の判断であったり自分にとっての幸せとは何かであったりあとは成功ですね人生の成功とは なんだろうみたいなところですよね。こういうような世の中の生き方とか人との関わり方、そのために大事なこと、行動パターンであったり、信念とか考え方、ルール、これが人生脚本なんですよ。これを ちっちゃい時、ちっちゃい時の親との関わりね、親との関わりによって、まあこれおかちね、親とのこの関わり合いによってね、えー、どうしたらいいのかな、したらいいのかなって、100点取らなあかんのかな、って学校ではしんどい時も行かなあかんとか、弱音吐いたらあかん、男の子だから泣いてはいけないとかね、そういうことも含めてね、えー、学んでいくんですよ。で、身につけていくんです。だって僕たち、私たちが最初に人間関係作るのって、 親じゃないですか。ほとんどのケース、親ですよね。そこで、人との関わり方の原型を作り、それを活かして、学校で使って、職場でやって、部活でやったりしながらね、人との関わり方を身につけていくということ。その根っこにあるのは、親との関係性なんです。そこで、親との関係によって、このような礼儀マナーとか、家族との付き合い、人間関係の作り方、コミュニケーションパターン、善悪の判断を身につけていくということです。で、この中のではね、えー、正しいルールも ああれば間違ったルールーもあるんですよで何が正しい、何が間違っているってもうシンプルで自分を幸せにするルールとか考え方は正しくて自分を不幸にするルールとは間違っているんですよ自分を追い詰めるルールとか生きづらくするルールは間違っているんですねそうですよね,そうですよねはいで、この間違ったルールの代表的なルールっていうのがこちらですよね10選ということで はい。完璧にしないといけない。家事も育児も仕事も完璧にしないといけない。一度やるって言ったら途中でやめたらあかん。助けを求めてはいけない。わからないと言ってはいけない。本当に思ってることを話してはいけない。言葉にしてはいけない。我慢しなければいけない。ね。自分ではなく周り、他人を優先しなければいけない。困った顔とか悲しい顔してはいけない。いつも笑っていないといけない。 人に迷惑をかけてはいけない。自分だけ楽しんではいけない。人の役に立たなければ、自分なんて価値がないんだ。これが代表的な間違ったルールでございます。このようなルールを大人になっても握りしめて、子供と関わったり、仕事をしたり、毎日を生きていると、苦しくなっていくんですね。どうしてもしんどい時でも頑張らないといけないって思って、完璧にしないといけないって思って、休むことが、 できなーいであったり、ねほ、もっとやりたいことが見つかったけど、途中でやめたらあかんと、ね、いう考えが入ってきて、やめられないってことであったりね、本当だったらプロの人とか専門語とか先生とかにね、えー、教えてくださいって聞いたらいいんだけど、助けを求めてはいけないと、求めてはいけないっていう考えがあるから、質問ができない。ね、そういうふうに、本当はこうありたい、こっちに進みたいと思っていても、この間違ったルールが、いわゆるブレーキになってね、 ブレーキになって、キキって、あのー、ストップさせるということで、えー、前に、本当はこっちに行きたいというところに進めないんですよ。進めない。その間違ったルールがブレーキになってしまうということなんですね。はい。なので、なので。 自分は本当はこういう風に行きたいとかね、こういう風な、えー、ことをやりたいっていうね、ことがあるのであれば、こういうブレーキを緩めていくことが大事なんですよっていうこと。でね、えー、まあ、長くなってもあれなんですけど、ほんと人生脚本を作るってこと。これ、これだけでね、2時間ぐらい話せるので、キュッとまぁよしていくとね、まあ、シンプルでね、まあ、今のあなたがここにいるとしてね、今のあなたがここにいるとして、今のあなたはね、これまでの経験とか、これまでの出来事とか、これまでの習慣によって今のあなたがいる。なう。 ね、なう、現在のあなたがいるってことでね。で、ここによって、えー、今のあなたがいるので、えー、なんとなく生きていると。なんとなく生きていたりとか、無意識に生きていたりとか、これまで通りの行動、活動、時間の使い方をしていると、えー、これまでと同じような人生が未来。 にやってくるフューチャーにやってくるっていうことですよね。うん、なので、えーと、今の自分の状態で OK と思えたり、このままでいいと思えるんだったら、今までと同じことをやっていたらいい。同じ考え方、同じ行動、同じルーティンをやっていたらね、自然にそこに行けます。だけど、今の自分が嫌なんだ、人生を変えたい、ね、自分らしく生きたいと思っているんだったら、 ね、思っているんだったら、自分がどういう人生を歩んでいきたいのかっていうビジョンを明確にした上で、じゃあそこに行くために何が必要なんだというところ、その現在地点から未来に向けて、ビジョンに向けてね、ロードマップ、地図を作って、そのためにはこれとこれとこれとあれとこれをするんだ、みたいな感じで作ってね、じゃあ一つずつ、 やっていこうかーってやって、それを行動して、習慣して、行動して、えー、習慣化することでね、習慣化することで、自分が行きたいところに進んでいけるんですね。そうなんです。で、人生脚本っていうのは、えー、潜在意識に組み込まれているんですよ。潜在意識。 で、潜在意識と、もう一つね、潜在意識っていうのがあるんですね。潜在意識っていうのは頭で考えていること、言葉になっていることですよね。で、この潜在意識に人生脚本があって、何も考えてなくて、なんとなく過ごして、なんとなく子供と関わっていたら、 これまで通りの関わり、これまで通り、いわゆる自分の親に教わったこと、自分の親に植え付けられた、その価値観、ルールに従った子育て、働き方、生き方をしてしまうってことですね。だからね、よくあるのが頭ではダメと思ってる、ねえー、イライラはダメとか、ガミガミはダメって思っていても人生脚光の中でね、 いや、子供には勉強させなければとかね。えー、なんだろ、勉強させなければとか、学校を行かせなければとか、えー、仲良くさせなければとかね。そういうの、考えがあったら、どうしてもね、穏やかでいたいと思っても、ガミガミ叱ってしまうんですね。なぜなら、潜在意識の方が、我々の行動に強く影響するからです。具体的に言ったら、こちらがね、まあ、約90%ぐらいの影響力があると言われています。 ね、だからまあ戦争で言ったら、まあ戦いで言ったら十人こっち十人ですよ、兵士十人でこっち九十人いるんですよ。勝てない、勝てない、勝てないですよ。 だから、頭ではダメやと思ってもやってしまったり、がみがみしてしまったり、本当は子供を任せたい、子供を信頼したいと思っていても、口出ししてしまうとか、困っている人をほっとけないとか、分からないと言えない、本当は思っていることを職場で言いたいんだけど、言いたいことが言えない、これは人生脚本の中でね、言いたいこと言ったら嫌われる、人に,人,に人を傷つけてしまうんじゃないかとかね、えー、やっぱり学校を休ませると、子供が将来、えー、活躍できないんじゃないかっていう脚本がね、埋め込まれている。だからこ えー、頭ででで思ってていいるよううななな子育て働ききき方方生ができないってことこんです、はい、じゃあ、どうやって人生脚本を変えるのかっていうので、またさっきの話に戻ると、まずは自分がどういう風に生きたいのかっていうビジョンを作って、そこまでのロードマップ、ここがステップ1。ステップ2でこうロードマップを作るでしょ。で、ステップ3は行動する。これや何をやるって、1、2、3、4、5って決まったやん。それを行動して習慣化させる。これですね。これをやればね、えー、ビジョンっていうのは言語化する。言葉にして、 言語化して言あこおの、ね、言語化、言葉にしてね、えー、それを言葉にして、それはどういうことなのかって物語、物語で語れるようになる。物語ってビジュアル化されているイメージになっているので、より、えー、潜在意識に、えー、メッセージが届きやすいんですね。ただ単の言葉よりも、じゃあ自分にとって幸せとは何かっていうことが、ちゃんと言語化して物語になっている。ちゃんとつらつら話せるということです。5分以上話せるということです。あなたにとって幸せは何かってこと。 10分以上話せますかってこと。これが物語ができているという状態です、ね。その物語ができたのを、じゃあ一つ一つ行動していくことで、それがね、よりリアルに映画になっていくんですね。映画化されていく。そうすれば、ね、いわゆる習慣化じゃないですか。習慣、考えなくてもできる。ということがあればね、こっちの左の図に戻れば、えー、新しい人生脚本が、はい、ね、に書き換えられていくってことなんですよ。 新しい習慣が入っていって、習慣っていうのは考えなくてもできることだよね。だから潜在意識の人生脚本が書き換わっていくってことなんですね。これが人生脚本を書き換えるためのメカニズム。まずはどう行きたいのかビジョンを作り、そしてロードマップを作り、 一つ一つ行動して習慣化していく、えー、言語化し、物語にし、映画にしていけば、えー、自分がこうありたい、こうしたいっていう子供との関わり、働き方、生き方っていうのを考えなくても当たり前のようにできるようになる。これが人生脚本の書き換え方でございます。で、おかちはこれを生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチ認定講座で、180日、そして90日、で、3ヶ月の無料アフター期間、それを通じてね、がっつりこれをやってるんですよ。で、これは受講生の例ですけども、 も私は自分に生生ききるるる喜びと感動をを味わえる生き方をするそのために、この4つのことが大事なんだと、ね。人の役に立つ。自分と向き合う。良好な人間関係づくり自己成長。だから、私は週2回インスタライブで発信する。だから、私は毎月1冊本を読む。で、ここのね、手段。これを G1 というふうに言ってるんですけど、これを一つ一つ行動して、習慣化していけば、自分が生きたいビジョン、なりたい人間に近づいていけるということ。これがね、えー、人生脚本を書き換える仕組みです。 世の中にはいろんな山があるけれども自分が登りたい山を決めてそこに行くための道ロードマップをこのようにマッピングしそして一つ一つこちらおカチのビジョンツリーですけど動画を作りインスタライブをする読書をする夜9時まで眠るみたいな形でね、習慣化していけば自分が行きたいつまり死ぬ時には後悔したくない自分の人生に感動したい泣きたいんだ っていうビジョンに近づいていけるということなんですね。こちらも受講生の、えー、とビジョンマップです。これ、この方すごく解像度が高いんですけども、な自ら気楽に面白がれる人として自分が強く生きる世界で生きる。そのために何をするんだって具体的ですよね。早寝早起き、10時から6時。寝る前ストレッチか朝ラジオ体操する。えー、外見を意識する。 具体的に言えば、毛玉汚れ、クタクタ具合を気にする、毎晩ハンドクリーム塗る、トイレ行ったらバイバイ体操する、具体的ですよね。こういうことを一つ一つ実践し、行動し、習慣化していけば、えー、一番最初の図でありました通り、こちらのね、自分がこういう風に行きたいっていうところに進んでいけるということなんですよ。このマップがなかったらどうなるかっていう、こちらですよね。過去と同じ。これまでと過去。 過去からのの延長線上に自分の未来がある別にそれがダメって言ってるわけじゃないよ。でも今の自分が嫌、今の毎日が嫌、今の子供との関係、パートナーとの関係、今の働き方、生き方が嫌なんだって言うてるんやったら、人生脚本を書き換えることが大事なんです。そのためには、ビジョンを作って、ロードマップを作って、そして一つ一つ習慣化していく。そうすることで、えー、自分の生きたい世界が言語化され、物語になり、映画になっていくことによって、潜在意識に にあるこうありたいこうしたいっていう子どもとの関わり働き方行動習慣が潜在意識に、えー、書き換えられていくということですこれが人生脚本を書き換える仕組みでございますねキュッと短縮して10分ぐらいでお話し,しましたねはい自分らしく生きる7つの原則の1つ目がそれでございますそして2つ目コントロールできることに集中するこれはねものすごく大事なことよね原理原則 はい。で、こちらはね、おかっちがね、あの、22歳、新卒でね、半年間研修があったんだけど、そこでね、一番仲良かったの、ジョーくんっていう子がいたんだけど、そのジョーくんがね、えー、ジョーくんとお別れになって、彼は仙台かな言っておかっちは和歌山で、はい、に配属されるということでお別れになったんだけど、えー、その時にね、最後の時にくれた、あの、付箋でございます。はい。これはね、今も大切にしているんですけども、変えられないものを受け入れる心の平静を、変えられるものを 変える勇気を。そして、その二つを見分けられる賢さを。これね、ものすごく大事なんですよ。いいですか自分らしく生きてる人っていうのは、自分軸で生きてる人っていうのは言いますよ。自分が変えられるもの、変えられるものに、自分の100%の、限りなく100%の体力、エネルギー、そしてお金、そして時間を、 注いでいでででるんすすすよここれすごく大事なことですね自分が変えられるものに対してエネルギーを注いでいる。だけど、他人軸で生きている人は、自分が変えられないもの、変えられないものに自分のエネルギーを使っているということ。 だから、本来やるべき変えられるものに対してエネルギーが使えていないってことなんですね。だからこそ、何が変えられて、何が変えられないのか、何が自分でコントロールできて、何がコントロールできないのかっていうのを、しっかりと明確にすることが大事なんですね。はい、大事なんですね。それがまさにこの言葉ね。変えられないもの、もう変えられないんだったら受け入れるしかないやん。 で、変えられるもんなんだったら、自分が変えることを見つけて行動して、変えようと努力する。そして、何が変えられて、何が変えられないのかっていうのを、しっかりと区別することが大事だよね。じゃあ、コントロールできることと、できないことっていうことで、代表的なことをやっていくと、まあ、天気。これすごくわかりやすいよね。天気。じゃあ、今ね、雨降ってる。若い山めっちゃ晴れないけど、ま、あ仮にね、雨が降ってるとするじゃないですか。じゃあ、雨を、晴れにすること。 できないよね。できないよね。ね。雨なのに、うわ、雨最悪や。もうなんなんやる気ないわ。もうテンション下がるわ。これは、雨。変えられないものに、自分の人生を支配されているということですよね。うん。じゃあ、自分軸で生きてる人っていうのはどうするのか。雨だと。今、雨だ。雨が、雨を、晴れにすることはできないけれども、雨だったら、傘を持っていくことはできるよね。外にね。であったり、室内で、 過ごすってこともできる。まあ、例えば、読書とかね、映画とかね。雨で、もしかしたら、えー、雨だからこそ、じゃあ、あのー、なんだろう、わかんないけど、農業農業っていうか、畑ちょっとごめん、すいません。あんまり詳しくないんで、雨の時するかわかんないけど、ね。雨だからこそできることを見つける。これが、自分がコントロールできることを見つけて、そっちにエネルギーを注ぐっていう生き方なんですよ。わかります子供の気持ちもそうですね。 子供の気持ちであったり、子供の行動、ね。もしかしたら変えられるかもしれないけど、100%コントロールできるわけではないじゃないですか。ね、ってなった時に、でもね、その変えられないものを変えようとしていないかとてことなんですよ。でも自分ができることは、例えばね、子供が、えー、と朝寝坊するうん、自分で起きない、ね、自分で起きないとかね、自分で起きないっていう問題があったわけでしょ。自分で起きない。なんで起きないの何度言ったらわかるの っていうふうに叱ることも可能だけど、だけど、じゃあ、自分で起きるようにするため、どんなふうな働き方を、けよをしても、変わるかどうか分かんないんですよ。他人は。基本は他人は変えられないものなんですよ。だけれども、変えるための自分の言葉、関わり方、ね、コーチング、ね、コーチングであったり、関わり方、声かけ、これは変えられるよね。変わらないことに対してイライラしていませんか 子供が自分から勉強しない、兄弟喧嘩をしている、自分で起きない、片付けしない、靴下脱ぎ散らかしている、外で泥んこしたまま、そのまま,のま,ま部屋に入って、フローリングが泥,で泥まみれで大変変えられないものにイライラしてませんえ、これは変えられないものに自分の人生を支配されているということなんですよ、いいですか、自分軸で生きている人は何が変えられて、何が変えられないのかしっかり線を引くんですよ。 線を引いて、自分ができることを見つける。自分ができることは、子供への関わり働き、働きかけであったり、いわゆる仕組みを作るってことかもしれないね。自分で起きないっていうのであれば、なんで起きないのとかね、起きるようにするために、こうしたらいいんじゃないってアドバイスする,することもできるし、えー、起きるためにもう,もうアラームをセットしておくっていうのも一つかもしれないね。あのー、スマート家電とか置いて、えー、7時になったら、朝だよーおかっちくん朝だよーって言ってくれるようにセットだけしておくとかね。そういう仕組みを作るっていうのも一つだよね。 そうなんです。これは今回子供の話をしたけど、パートナーに対してもそうだし、えー、職場の同僚に対してもそうですね。あと、日本の景気。これも変えられないよね。法律。うん、まあ、間接的には変えられ変えられるけど、すぐに何かをやって変えられるものではないよね。そういうふうに、変えられないものに対して、時間とか、お金とか、エネルギーを使っていませんかってこと。それをしっかりと、明確に何が変えられて変えられないのかを。 をね、切り分けた上で自分ができること、自分の気持ちや自分の行動、自分が環境を作る、でそれは自分ができることやな。例えば、英検に合格する。これもコントロールできないよ。結果はね。だけど、合格するために毎日50個単語を覚える。これは自分の努力次第で自分が100%コントロールできることだね。もちろん起きれるか起きれないかっていうのはあるけれども、コントロールできることねそう結果っていうのはコントロールできない。だけど、結果を出すための、 プロセスや準備はコントロールできる。そういうことなんですね。 え、まとめると、えー、コントロールできないっていうのは、ものっていうのは、環境であったり、法律であったり、人の、人の気持ち、人の行動、他人のことであったり、あとはそういう、日本であったり、法律であったり、そういうものっていうのは変えることができないよね。自然とかね。変えられるものっていうのは、自分の気持ち、自分の行動、自分の考え方。これは基本的に変えることができるよね。その日どういうふうに時間を過ごすのか、自分のスケジュールであったりね。 っていう風に自分が変えられることにフォーカスをする。これがとても大事なんだということですね。自分らしく生きるために大事なこと。はい。えー、二つ話したね。こんなペースで話していくよ。三つ目。解像度を高くする。いや、これもものすごく大事ね。これすごく大事。そもそも解像度が、解像度って何かわかるあのね、ライフスキルコーチ認定コーチで180日やってるんやけど、180日かけてこれをやってるみたいなもんですよ。 解像度が低いから、不安になって、焦って、ね、えー、心配になってしまうんですよ。で、自分に自信がなくなっていく。だから、他人に振り回されるんですよ。解像度が低いから、ね、今何したらいいか分かんないですよ。ほとんどの原因は、解像度が低いことになるんですね。いいですか解像度が低い。こういうことです。解像度が低いっていうのは、ぼんやりしているということですね。うん、これ。ぼんやりしている。ぼんやりしていて、なんとなくね、幸せになりたーいとか。 なんとなく自分らしく生きたいとかねえーこ。子供と子供となんか、えー、穏やかな家庭で笑顔あふれる家庭でを作りたいとかねあるんですよ。なんとなくあるんですよ。なんとなくある。 だけれども、それがぼんやりしていて、それって具体的にどういうことって聞いても、うーって出てこないんですよ。言語化できないんですね。で、もやがかかっている。だからこそ、こっちに行っても、なんか、なんか、間違った気がして、じゃあ会社辞めるってなっても、お金どうすんねんっていう不安に、ね、えー、不安が湧いてきたりとかね。えー、こっち行っても、えー、失敗するんじゃないか、間違いないんじゃないかっていうふうになってね。結局、ど、どこに行ってもうまくいかないようになって、不安とか、 心配とか焦りが出てきてしまって自分で選べない自分で決められないんですねだからこそ周りの人がねそっちじゃないよこっちだよって言ったことに対して動いてしまうんですね自分を信じられないから専門家であったり他人,に信じ他人を信じてしまうでこれ何がいいのかって言ってねそれ他人が言ってる通りにやったらそれでいいよって褒めてくれるんですよ いいよって言ってくれるから安心するんですね。だけど、自分が行きたいところはこっちじゃないですか、ね。上じゃないですか。全然違う方向に進んでる。なので、なんとなく違う気がする。どうしたらいいんだろうって、また自分でわからなくなって、違う人の、ね、意見を聞くんです。こうだよって。意見を聞くことは悪くないですよ。意見を聞くことは悪くないんだけど、自分がどう行きたいのかって軸なしに意見を聞くのは悪いんですよ。ね、自分がどこに行きたいのかって目的地がないまま、 こっちだよ、あっちだよっていうことに振り回されていると、自分が行きたいところに行けないんですね。いわゆる、えー、旅行で言うと、海外に行きたいって言ってるもんですよ。海外。ね、海外、インドなのオーストラリアなのえ、アメリカなのってどこどこに行きたいかって場所が決まってないと、今、関西空港でね、どのチケットを取ったらいいか分かんないよね。そう。目的地が明確じゃないと分かんないですよ。 ね、たど、熟装バズルにたど例えると、動物を作りたいって言ってるようなもんですよ。動物を作りたいって、動物って犬猫猿雉全部ちょっとあの、桃太郎のあれになっちゃったけど、決まってなかったらね、あの、どんなピースを集めたらいいかわかんないんですよ。 犬を作りたいって、犬でもいろんな種類があるわけじゃないですか。ミニ、ミニ、コリ、ミニコリーとかね、えー、なんだ、ゴールデンレトリーバーとか、北犬とか、いっぱいいろんな種類があるわけで、自分がどんなパズルを作りたいのかが明確じゃない,ゃないと、どんなピースを集めたらいいか、今何をしたらいいかがわからないんですよ。わからないから人に振り回されるんですね。これが他人軸で生きてる人の特徴です。解像度が低いっていうことなんですよ。ね、で、 おかちのね、講座では、180日かけて、解像度を上げるってことやってるんですよ。生き方プロジェクトでは90日かけてね。こちらはまさに、ね、あのー、自分がどう生きたいのかっていうのは、しっかり明確なんですね、うん。海外に行きたいじゃなくて、サンフランシスコに行きたい。明確ですよね。動物を作りたいではなくて、ね、えー、ミッキーマウスを作りたい。 まあ、ミッキー動物か分からへんけど、ちょっと置いといてね。こうやって明確だからこそ、ね、他人が何と言おうが、何と言おう、オーストラリアに行って、ね、の人がね、えー、こうやった方がいいよって言おうがね、あ、あなたはオーストラリアに行きたい。オーストラリアに行きたいんだったらそれでいいかもしれないけど、私はサンフランシスコに行きたいから、こう、私はこの道で行くよって言えるんですよ。 ねえー、例えば、じゃあ、じゃあ、違う人がまたね、えー、こうやった方がいいよって言ったとしても、あ、あなたは、なんだろうな、あのー、熊のプーさんを作りたい。それだったら、そのピースを集めたらいいし、その行動をした方がいいと思うけど、私はミッキーマウスを作りたいから、まずはステップ1、ステップ2をやって、その後、ステップ3、ステップ4をやって、5、6、7をやるんです、ということでね、解像度が高い、自分がどこに行きたいのか、そのために何をしたらいいのか、はっきりしているからこそ、他人に振り回されない。 惑わされないんですよ自信を持って不安がない状態で一つ一つコツコツできるやり抜くことができるんですね。 こうやって解像度を上げること、これを180インチかけてやってて、ここでね、そんながっつり話すことはできないんだけども、ちょっとね、復習していくと、解像度が高いっていうのはどういうことかというと、まさにピントがバッチリあったレンズね、ピントが合ってないメガネやったらぼんやりしてるやん、見えへんやん、ちゃんと自分の視力に合ったレンズがつけられている、はっきりしている状態ね、物事がはっきり見えて、そして全体像、何が描かれているのか。 そして、えー、自分にとって大事なものは何かっていうど真ん中、本質、人生のビジョン、人生のミッションが言語化されているという状態ですね。そう、解像度が高い人は物事は細かく見えて、ユニークで面白いなっていう意見を言える。そして、わかりやすく子供にも、えー、大人にも伝えられるっていうことですね。で、一方、解像度が低い人っていうのは、話がふ,んふわっとしてる、ぼんやりしてる。誰でも言える一般的なことしか言わない。 言わないし、よく人にピンとこないなーって、え結局何が言いたいのって言われてしまう。これが解像度が低い人の特徴だよね。えー、例を挙げると、解像度が低い人はこういう感じです。人事部,部長とあなたとの会話ですね。〇〇さん、採用人数を増やすように社長から指示があった。あ、そうですか。すぐに求人を出す必要がありそうですね。そうなんだ。あなたはどの雑誌、媒体に出したらいいと思ううーん。 A か、B、かか B の媒体がいいいんじゃないでしょうか、うん、それはどうしていやー、有名ですしえ。そもそもあなたはどんな人を採用すべきだと思うえー、っと、とにかく優秀な人だと思います。優秀な人例えば、どんな人点、点、点。これが解像度が低い人の特徴です。 で一方こちらは解像度が高い人のコミュニケーションですよねあなたはどんな人を採用すべきだと思う自分で考えて行動できる人を採用すべきだと思います先日社長がこの会社に必要なのは新商品を開発していくことだと会議で話されていましたそのためには現場の声を聞いて問題を見つけて速やかに本社にフィードバックして責任を持ってその解決策を考える力が必要ですだから 現場で働く人を採用するのであれば、自ら自分で考えて行動できる人が適切であると考えています。さっきの方は、優秀な人がええんちゃう解像度が高い人は、ちゃんとその理由っていうのを言語化して自分の意見が伝えられている。こちらの方が仕事ができるとみなされますよね。信頼されますよね。職場でも家庭でもそうなんです。 大事なこと、解像度を上げること。解像度を上げることで、人とのコミュニケーションもスムーズになるし、自分がどうしたいのか、自分の人生をどう生きたいのかも、はっきり明確になるんです。だから、解像度を上げることが大事なんです。どうやって上げるの。ね。まあ、これはね、あのー、まあ、簡単な3つのトレーニングだけ紹介しておきましょう。まず1つが、物事を細かく見る力。具体化していくってことね。例えば、どういうことっていうね。 毎回自分が何かを説明したら、例えばこういうことっていう具体例を挙げるっていうことを習慣化してくださいということですね。はい。えー、例えばさっきやったら、優秀な人がいいですと言った。優秀な人。優秀な人。例えば、えー、先ほどの例やったらね、わかりやすいよね。えー、なんだろうな。うん。現場の声を聞いて問題を見つける。 っていうことであったり、速やかにその問題をフィードバックするってことであったり、責任を持ってその解決策を考える力がある人を例えばで言えてるよね。こういうことなんですよ。常に何か意見を言うときに、例えばっていうことを癖にする。そして具体例を5つ出すことを習慣化してください。そして2つ目。ユニークで鋭い洞察を得る力。それは、これは抽象化していくってことね。うん、具体に、具体的に言う逆ですよね。具体的に言ってることを一言で言えばどういうことですかってことです。 はい。共通点を見つけてください。ということね。A さんがこういう意見を言った。B さんがこういう意見を言った。C さんがこういう意見を言った。一見バラバラに見えますけど、これっていうのを共通点、一言で言うとこういうことでしょうか。要約してみてください。共通点を見つけて、まとめてください。つまり、〇〇ってこと要するに〇〇ですか これを会話の中で習慣化してくださいね。えー、使い方によったらちょっとうざって思われることもあるかもしれないけど、あの、解像度を高めるためにはものすごく大事な練習になります。ねえー、ここまで具体化して抽象化するってことが丸1丸2のトレーニングね。丸3はわかりやすく伝える。これは具体と抽象を行ったり来たりする力ということね。これシンプルにお子さんがいればね、 子供に難しい概念を説明する。これでいいと思います。はい。例えば、解像度って何っておっか今こ今説明しよね。解像度っていうのはこういうことなんだよっていうことを小学生に説明してみてください。ね。今、インスタグラムやってたら、インスタグラムってこういうことなんのっていうことを説明してください。愛情って何って言われたら、愛情っていうのを子供にも分かるように説明してください。お願いします。こうすれば、ね。 難しい概念を具体的にその子に分かるようにピントを合わせて話すことができるんですね。もちろん、小学6年生の子に話すのと1年生の子に話すの。どこにピントを合わせるかによって全然話の内容変わってくるよねって話を進めるからね。そう、そういうふうに具体と抽象どこにピントを合わせるのか、それをいろんな人に説明をするということでね、これをトレーニングできます。ぜひこれをやってみてくださいということですね。ちょっとお茶を飲みましょう。 はい。1,2,3紹介して。あ、これ4つ目。いや、これめっちゃ大事。っていうかもうい、もう、一番大事な7つを紹介してるからね。はい。アサーティブに自己表現する。これいきましょうね。えー、まず早速あなたに質問です。あなたは今、自分が抱えている仕事が,仕事がめっちゃ忙しい。職場でね。仕事、自分の仕事忙しい。余裕がないんです。時間的な余裕も心のゆとりもね。しかし、上司である課長から、 すぐに急ぎの書類を作ってくれないかと声をかけられましたあなたは何と答えますかチクタクチクタクチクタクね難しいですよね断りきれずはい分かりましたと仕方なく引き受けてしまうもしくは私の担当ではないのでときっぱりと断るまあこのようなねコミュニケーションありますよね第一 わかりましたと。ね。受動的なコミュニケーション。第2、私の担当ではないのでと。えー、結構攻撃的な形で断る。ね。第1のコミュニケーション、第2のコミュニケーションとありますが、アサーティブなコミュニケーションではっていうのは、この1でも2でもなく、第3のコミュニケーションなんですね。はい。えー、まず一つ目、先ほどお伝えした通り、パッシブですね。もちろんいいですよって。 これは I am not o k、okay. y o u are o k のコミュニケーションですよね。自分は、自分のことを犠牲にする、我慢するタイプ。自分の言いたいことが言えないってこと。で、二つ目が、えー、反対。ジャイアンですよね。アグレッシブですね。あなたとは行きたくない。なんであんたと行かなあかんねんみたいなね。ね、えー。誘われた時のね、えー、断り文句で。でじ、これは、私は OK だけど、you are not o、okay、k のスタイルね。自分の意見を一方的に主張するタイプ。 そして第3のコミュニケーションが本日あなたと学習するアサーティブコミュニケーション。こちら静かちゃんタイプですよね。誘ってくれてありがとうございます。ただ昨日作った料理があるのでまた別の日にお誘いください。まあさっきのケーススタディとはちょっと全然違う話なんで、えー、何言ってんのって思ったかもしれないけどまあ友達に誘われた事例ですよね。誘ってくれてありがとう。受け入れた上でただ昨日作った料理があるのでまた別の日にお誘いくださいということでこちらはた私は OK で ああ、言うは OK。どちらも OK だよね。私もあなたも、どちらも OK っていうスタイルだよね。相手も自分も大切にして意見する。自分の本音をしっかりと伝えつつ、相手の気持ちも尊重するというコミュニケーションだよね。これをね、ほんとやり出すとたくさんあるんだけども、今日シンプルに d e s c 法を紹介しますね。はい。えー、DESG 法。どうやってアサーティブに伝えていくのかってことね。まず余裕のない状態で課長から仕事の依頼を受けた、先ほどのこの事例ですよね。 うん、忙しい中に、仕事、課長に仕事やってくれへんって頼まれたとき、どうしたらいいのか、ということで、ね。まず D、デスクライブするんですね。今の状況、客観的に分析するということ。ね。現在の問題とか、相手の言動や自分の状況に関して、客観的に分析する。今は、優先して作らなければいけない資料がある。これが、現在の状況だよね。他の仕事ができない。時間的なゆとりがないっていう状況ですよね。その上で、ステップ2。 エクスプレス。これは主観的に表現する。とね客観的な事実に関して主観的に自分の意見や感情を言語化する。課長がお忙しいことは分かるし、手伝いたい気持ちはあるん,あるんだけれども、今の状況ではこうこうこうで難しいんですよってことですよね。ね自分の気持ちをしっかりと伝える。その上でねただ断るだけじゃなくて、サジェスト、提案する。 明日の午後以降なら対応可能だよっていう風に、えー、状況を変えられるアイディアとか、相手にしてほしい内容を提案するっていうのが、ステップ3。そして、ステップ4は選択してもらう、ね。相手が提案を受け入れるかどうかによって選択肢を提示する。ね、明日の午後以降なら対応可能なんですが、もしくは他に対応できそうな人を私が探しましょうか。 っていう形で提案していく。まあ、こういうことをね、えー、意識してコミュニケーションすれば、だいぶアサーティブになるんじゃないでしょうか。こちらね、えー、起業してから久しぶりにスーツを着て来たお勝ちですよ。なんか、あの、ちょっと商談があって、はい。ちょっと、なんか、決めてるよね。はい。で、これをちょっとね、まとめて話すと、 あ社長せっかくのさ、せっかくのご依頼なんですけども、今は優先して作成しなければいけない資料があって、お忙しいことは分かるんですが、手伝いたい気持ちはあるんですが、ちょっと今の現状、難しい状況です、ねえー。しかし、明日の午後以降なら対応可能ですが、いかがでしょうか。もしくは、他に対応できそうな人を探しましょうか。っていう形で話すと、まあ、ちょっとこう相手も自分も尊重したコミュニケーションになりますよね。はい 自分らしく生きる7つの原理原則5つ目習慣を作るいやこれほんまに大事ほんまに大事よだって今のあなたを作ってるのはこれまでの習慣やろ、うん、だから自分を変えるためには新しい人生を作る新しい関係性を子供親パートナー職場で作っていくためにはあなたの習慣を変えることこれがねものすごく大事っていうか 一番大事いや、全部一番大事。ここにある七つ全部一番大事。なんだけど、習慣を作るっていうことですね。はい。で、やっぱりね、先ほどもお伝えした通り、やっぱ習慣を変えるってことはすごい大事じゃないですか。で、習慣を作るっていうのはね、まあ、いろんな壁があるんですよ。まあ、これ習慣を作るための壁ってことでね。こちら、の、えー、We are lonely, but not alone のね、えー、書籍から抜粋させていただいたんですけどもね。えー、まずは知識の壁を乗り越えることが大事だよね。何をしたらいいか分からないと。 例えばどうしようかな、英語を、えー、英検英検5級合格したいにしましょうか、小学生にはちょっと合わせて、なんで小学生に合わせるかわからないけど、英検5級合格したいというときに、まあ、この少女が、ねえー、い思いました。でも、英検5級って合格したいけど、え何何ってわからない。どんなテストが出るのか、どんな問題が出るのかわからない。わからない状態だったら何勉強したらいいかわからへんよな。 分からへんかったら何も変わらないね。だから、まずは英検5級ってどんなテストなのか、ね、えー、じゃ単語何個覚えないといけなくて、どんな勉強をしないといけないか、そして毎日何をしたらいいのかっていうところを、まずは明確にする。知識の壁を乗り越えるってことだよね。知らないから知るに変える。ね、知った状態。でも知るだけじゃね合格できないんですよ。 行動しないと。勉強しないとね。で、実際そこでね、英単語を毎日10個覚えるって決めたんだったら、それをやってみる。やってみて、あ、やってみた中で、あ、この勉強の仕方、前、書くだけよりも、えー、自分で吹き込んで、えー、レコーダーから吹き込んで、聞きながらやった方がいいとか。 えー、ただ、えー、単語を覚えるにしても、単語カードを作った方がいいんじゃないかってことで、やってみて気づくことがあるよね。やってみること、まずすごく大事なんだけど、やってみていろんな気づきがある。その気づきをもとに、えー、もう一回試行錯誤していく。そうすることで、えー、わかるようになっていくる。あ、こういうふうにやったら単語の学習ができるようになるんだとか、こうやったら、えー、点数が上がるんだってことがわかる。で、自分のやり方、勉強方法っていうのを繰り返しやっていくことで、少しずつ、えー、リスニング、 そしてスピーキング、そして、えー、ライティングとかリーディング、読めるようになったり、聞けるようになったり、話せるようになってくるで。それをずっと続けていたら、何も考えなくても当たり前のように英語の学習をすることができ、何も考えなくても当たり前のように英語を話せるようになるんですよ。そこで、そ,れでその結果、えー、一つ一つ階段登上っていって、英検五級という目標を達成できる。また、あ、合格できるかどうかというのはね、自分にはコントロールできないことだから。 もちろん目標を立てることは大事だけど、自分がコントロールできる何を勉強するのか、どういうふうに取り組むのかっていうことにフォーカスするのがいいよね。先ほども話したけど、ね。っていうふうに、こうやって習慣を作るっていうこの壁、5つの壁を乗り越えることがすごく大事。で習慣化においた間違った認識っていうのは、ねえー、習慣を作るためには根性がないとあかん。ね、やる気がないとあかん。 ね、才能がないとあかんって思ってる人がいるんですけどそれ全部間違いです逆に言ったらやる気がなくても才能がなくても根性がなくても続けるためにはどうしたらいいのかっていう仕組みそして習慣の作り方この5つの壁を乗り越えるためのベルトコンベアを作っていくことが大事なんですねでそうすればねこのベルトコンベア習慣を作るための自分なりのやり方方方法仕組みっていうのがね 身についていけば、身についていけばね、それは、例えばダイエット、痩せるっていうことでもね、同じようにこのベルトコンベヤーに流していったらいいじゃないですか。はじめ、ダイエットの知識を知る。どうやったらいいんだろう、YouTube 見て、あ、じゃあ糖質をちょっと一日何グラムンしようかとか、糖質だけじゃなくて脂質,脂質とタンパク質のバランス、PFC のバランスが大事なんだとかね、夜はちょっと腹八分目にしとくみたいな、そういうふうな勉強をして、じゃあ具体的に毎日、基礎代謝、 以上の食事を取らない、まあ、1800キロから1800なんですけど、こっちはめっちゃ代謝ええから、1800ってすごない、うん、1800よりも取らない。 プラス、運動をして、さらに代謝を増やしていくとかね、そういうことを、えー、実践して、行動してあ、あんまりこれ、結果が悪いなとか、ダイエットはできたけど、体調悪くなったなっていうことを気づいて、実践して後、試行錯誤していけば、痩せれるようになるし、健康にもなれる。これはダイエットだけじゃなくて、勉強でもそうだし、資格でもそうなんですね。 何をやっても続けることで上達して成長して身になっていく続ける力を身につけたら何をやっても成長するし何をやっても上達するし目標に到達できるようになるんですで目標を達成できるかどうかっていうのはもちろんコントロールできないことよどんだけ努力しても勝てるかどうか分かんないし結果が出るかどうか分かんないけどこれだけは言える成長できますいいですか成功できるかどうか分かんないけど習慣にすれば成長できます っていうようなね、習慣をどうやって作っていくのかっていう、こう、仕組みを作ること。これ、ものすごく大事ね。これをするためにはね、生き方プロジェクトでもやってるんだけど、これまで習慣ができたことと、できなかったことがあるよね。例えば、早起きできたけど、えっと、ジム、ジムのトレーニングできなかったってあるわけでしょじゃあ、ジムのトレーニングができなかったのは、なんでできた、できなかったのかなっていう、こう、要素をね、出していくんですよ。出していく。 で早起きできたのは何でできたのかなって要素を出していくんですね。早起きできたのはなんか、えー、と朝ラジオ体操があってスタンプを教え押してもらえたからとかね、えー、ジム行けなかったのはジムが遠かったから、ねえー、なんかその着替えたりするの面倒くさかったからとか出てくるわけじゃないですか。でこういうふうに、ね、習慣ができた要因とできなかった要因っていうのをね、えー、それを、えー、見つけていけば、これをね次の習慣がする時に活かしたらいいじゃないですか。 例えば、ジムが遠い。だからできなかったんだったら、えーと、例えばね、えー、だろう、家の、家にステッパーを買うとかね。ステッパーを買う。すぐにできるシステムを作るね。や、やろうと思った時に5分以内に行動できるような仕組みを作る。ジムやったら1時間かかる。ねえー、下手したら化粧とか何やらかんやらしてたら1時間半ぐらいかかったりする。そうじゃなく、運動しようと思った瞬間、ステッパーやったらもう家やから化粧もせんでえええし、すぐにできるわけでしょ。そういうふうに5分以内でできる仕組みを作るとか。 で、早起きできた要素として、えーえー、なんだろうな、えー、っと、なんだか、ね、えー、っと、あス、スタンプカードか。スタンプカードがあった。ご褒美の仕組みがあるんだったら、なんかね、ご褒美の仕組みを作ったりとか、ね7回やったら、スシローに行くとか。 かわいいご褒美やな。うん。あと、スタンプカードを作るとかね。そういうふうに自分を、えー、認めるような仕組みを作っていく。で、こういうところをね、えー、自分の習慣化に活かしていけば、ちょっとずつ習慣化できるようになるよね。で、習慣化でき,できるための法則ってほんといっぱいあるんですよ。こういうことをね、えー、ライフスキルコーチに行ってこととか、生き方プロジェクトでガッツリ解説しているので、もし何をやっても続かないとか、自分の生き方を変えていきたいと思う方はね、ちょっとそちらにも、あのー、興味持っていただけたら嬉しいですよ。はい。 え、じゃあ、一説目。あと二つやな。えー、ベストコンディションを作る。うーん、これすごく大事やね。な。まあ、いわゆる、健康を最優先にするってことね。自分の健康を最優先にする。これすごく大事やん。心と体の状態ってことだよね。健康っていうのはね、心の状態と体の状態。まあ、えー、心だったらストレスがないっていうことであったり、もう一つは、えー、自分を満たすってこと。自分を、えー、満たす。 満た,すこれ満たすっていうのはちょっと抽象的な表現2つに分かれます。ニーズを満たすっていうのと欲求を満たすっていうことなんですね。これニーズっていうのは生きるために必要なことですよ。 うん、例えば、えー、寒いから服を着るとかね、えー、暑いからエアコンの温度を下げるとかね、喉乾いたから水を飲むとか、ねえー、自分が思っていることを相手に伝えるとかね。こういうふうに生きるために必要な最低限の,、まあ、あの欲求,欲求、まあ、欲求というか、えー、必要なことです。これがニーズですね。で欲求っていうのは自分を自分らしくするために必要なこと。例えばこのメガネ。別に生きるために必要ないんだけど、このメガネね、えー、つけてるときおかちテンションが上がるんですよ。 このヘッドホンもそうですでここを、ね、ヘッドホンとマイクのつなの、えー、げるアダプターう金,金色に引っかっているのもおかちのお気に入りなんですよ。ね、別に金色じゃなくてもいいんだけど自分を自分らしくするために必要なんですよ。これが欲求です。はい、なので心を満たす健康というのは心の状態を整えると体の状態を整える大きく言えば2つで1つはストレスを減らすとか、ね、ス,ス,ストレスを感じるていることですで。もう1つは満たす。満たすはニーズを満たす欲求を満たす。 水っていうのは生きるために必要なこと。ご飯を食べる。欲求っていうのは、ハーゲンダッツを食べるとか。別にハーゲンダッツじゃなくてもいいや。なそういうふうにあの心を満たしていく。あのやりたいことを実現していくってことが、こちらの欲求だよねで。体の状態っていうのは、シンプルに、えー、痛みがない状態。痛みがない状態を作っていくってことであったり、もっと言えば、心地いい。心地いいなっていうところに敏感になるってことね。なんか違和感するな、なんかざわざわするなとか、なんかこれバランスが悪いな、整ってないなとか。 そういう。 なんか、んかちょっと居心地の悪さってあるでしょそういうところに敏感になって、えー、それをちょっと整えていくってことですね。まあ、朝ヨガの、マッサ、ヨガを、ヨガをしてみるとか、ストレッチをする、運動をするとかね、えー、ストレッチポールめちゃくちゃいい日毎日ストレッチポールやってるんだけどな、あれめちゃくちゃいい軸が整うから、まあそういうことをやったりとか、まあ痛みがあるんであれば、それを薬で抑えるというよりも、痛みが二度とやってこないようにするためには、痛ま、痛まないようにするにはどうしたらいいのかって原因をね、見つけて、そっちにアプローチしていくてとかね。対象療法 法っていうのは根本的な問題をマスクしている行為なんで、まあ、もちろん痛みがあって日常生活に支障をきたすという,よう,いうようであればね。あのー、対処量もあのー、必要なこともあると思います。だけど、根本的にはね。その痛みの発生源。 を見つけていくことが大事ですよね頭痛がするからといって,言って、えー、っとロキソニンばっか飲むんじゃなくてそもそも何で頭が痛いんだろうそれ頭が痛いっていうのは肩こりから来ているじゃあ肩こりから来ているんだったら肩こりしないような姿勢体勢であったりそういう肩こりをほぐすような運動をすることが大事だねでもこれずっとロキソニンばっか飲んでたら肩こりという本質的な原因は取れないからまた肩こりがひどくなったら頭痛が起きるんですね はい、でそれで痛み止め、痛み止めって飲んでたら、痛み止めが誘発する頭痛とかもあるんですね。ロキソニン誘発性症候群頭痛みたいな、ちょっと名前忘れたけど、そうやって対症、あの、なんだろう、あの対症療法がより、その、今の症状を、 悪化させるってこともあるんですねなので、えー、体を整えるっていうのは痛みがない状態を作るっていうことで、今痛んでるようであればその根本的な原因は何なんだろうって探っていくってことねうん。でもう一つは心地がいいっていうことを大事にするっていうことですねなんかこの服合わへんなとか、えー、この服 この靴ザワザワするなって言うんだったら、自分の体に合ったものを身につけるっていうこともそうだよね。はい。ここがベストコンディションを作るための健康ですよね。うん。で、心と体を満たす。これ以上に大事なことないですよ。で、これおかちよく言ってるのは、やっぱりね、どんな性能のいい車でも、ガソリンがないと入らない。いや、走らない。おかち間違えた。<laughs> ガソリンがないと走らないんですよ。走れないんですよ。ガソリンがない状態でアクセル踏んだら、車は壊れるんですよ。 体は壊れるんですねで壊れてしまったら元通りにするのにものすごく時間がかかるんですね。 うん。なので、なので、やっぱりベストコンディションを作る。最高の状態を作った方が、今このやる1時間というね、1時間で生み出せるパフォーマンスも高くなるわけじゃないですか。で、そこをイライラせずに、ご機嫌な状態で仕事とか、家事とか、育児とかにね、取り組めるということで、やっぱり健康。健康を最優先にするっていうのは、おか値はね、えー、一番大事にしてる。まあ、健康最優先って言ってるからね、もちろんそうだけど、健康どう皆さん大事にしてます ご飯とかどうですか自分が食べたいものを食べてる子供の残り物を食べてるとかありませんかどうでしょうか自分が欲しいものを買ってますかもちろん欲しいもの何でも買ったらいいってわけではなく財布にも限りがあり時間にも限りがある中でね全部全部家族子供のことを優先にしてしまっているとありませんそこら辺ですよねでそれによって心が満たされていないようであれば健康がね健康の状態が崩れていくということなので、ね 健康な状態を作るために心の状態と体の状態をしっかりとメンテナンスしていく心っていうことであればストレスだなと思っていることを減らしていくであったりニーズや欲求を満たすということ体であれば痛みがない状況そして心地がいいっていうことを大事にするということですよねはいということでということでそれでは最後のステップですね自分らしく生きる7つの原理原則それは ライフスキルを身につけるということです。あの、これはね、一番大事です。というのも、1から6、全部ここまで紹介してきたこと、これね、一言で言えば、ライフスキルなんですよ。<laughs> これライフスキルなんですよ。だからおかち、ライフスキルコーチ認定講座とか、生き方プロジェクトとかね、180日と90日。90日が生き方プロジェクトかな。こっちが、180日が LSC ね。これやってるっていうのは、ライフスキルを身につけるっていうことをやってるんですね。ライフスキル。ライフスキルっていうのは、ね、一言で言えば、 自分で自分を幸せにする技術なんですね。 はい、自分の心の声を叶えるであったり、自分を傷つけようとする何者かから守る力なんですね。えー、教育業界で言えば非認知能力とも言われてますね。結局、学力とか知識とかスキルとか資格とかあったとしても根底の非認知能力がなかったら社会で活かせないんですよ。英語力もね、コンピュータースキルもね、プログラミングも活かせないんです。 でスポーツで身につけたこととかプログラミング、学校の授業で身につけたことを社会で生かすも殺すも土台に非認知能力があるかどうかしないんですで非認知能力というのは子どもの幸福度にも影響するしもちろんあなたの日々の,日々の充実度にも大きく関わっているんです、ね、ではライフスキューとは何かというところで、ね、4つありますよということですね 一つ目、自分を知る力。これ自分と繋がる力っていうふうに今は表現してますね。自分が何が好きなのか、何に興味を持っていて、何が得意で何が苦手なのか、自分にとって重要なことと重要じゃないことは何か、自分の幸せと幸せじゃないことは何なのか、それを明確に線を引いて、自分のことをしっかりと繋がる。自分の心の声を聞くということですよね。その上で人と繋がる。ね、どうやって挨拶するとか、相手の気持ちを受け止めるにはとか、ね、自分がやりたいことを、えー、人にサポートしてもらう 自分が言いたいことを言いつつ相手の気持ちを大事にするさっき言ったアサーティブっていうのもここに入りますよね。でその上でね自分のやりたいこと夢を実現させる自分がやりたいゴールがここでね。ね 今ここなんだったらそのために何をしたらいいんだろうって計画を立てて、えー、そして実行して行動して試行錯誤して、えー、成長しそして目標を実現していくっていう力ですよねどうやって目標を設定するとか壁をどういうふうに乗り越えるとかそういうことですね で、最後、問題とかトラブルを解決する力仲間の悪い誘惑を拒むにはどうしたらいいんだろうとか人と喧嘩したパートナーと言い,い争いになったどうやって解決したらいいんだろうとか自分の中で葛藤がある会社辞めたいんだけど、えー、なんか安定してるし辞められないってそういう葛藤をどうやって処理したらいいのか不安や恐れそれをどういうふうにエネルギーに変えていったらいいのかこれがトラブルを解決する力ね。 こういう力がライフスキルになります。これをね、おっちは子供向けにも親御さん向けにもやっているということですね。で、このライフスキルを身につけるというのが180時間のライフスキルコーチ認定講座です。こちらはね、2024年の10月から始まるということです。1年に1回ですね。1年に1回と。 でこれからは自分のために生きていいということで、もうライフスキルコーチ認定講座 LSC って略してるんだけど、これっていうのはライフスキルを身につけて、自分が心から納得できる子育て、働き方、そして生き方を作って、子供や関わる人、あなたが関わる人を自立させるコーチング術なんですよ。だから、あなたが幸せになるということと、あなたの周りの人、それは子供かもしれんし、親かもしれんし、パートナーかもしれんし、 クライアントかもしれない。そういう人を幸せにする。そのためのコーチング術を学べる講座ということでございます。 ね、このライフスキル、チこう認定講座、このライフスキルを身につけると、ね、今日のまさにテーマである、自分らしく生きることができるということ。そこを分解するとね、自分の力を活かせるんですよ。自分の得意なこととか才能とかね、そういうことを活かせるということと、他人軸で生きられる、人に振り回されない。そして人間関係が円,円滑になってスムーズになる、アサーティブコミュニケーション。人の気持ちも尊重しながら、自分が言いたいことを言える。 そして、問題、いろんな問題がある。それを、えー、いろんな角度から物事を考えて、クリティカルシンキングとも言いますが、えー、問題を解決するための方法を身に,つき身につけ、あなたも、あなたが関わる人も、えー、幸せになれる。これが、ライフスキルコーチ認定講座で。 ございますと特におすすめな人っていうのはこういう人ですよね。親との関係に悩んでいるとか、完璧主義でストレスを抱えていたり、毎日の子育てで疲れている、生きづらさを感じて毎日が辛いと感じていたりとか、本当の自分を見つけたい。 で、他の塾とかスクールと差別化を図りたいとか、生きづらさを抱えている。自分と同じように子育てがしんどかった、しんどいとか、生きづらさを抱えてる人を作りたい。自分もお価値のようにね、えー、教育コンテンツを作って、そういう風な、あのー、講座をやっていきたいっていうことであったり。 自由に生きるためのスキルを身につけたい。死ぬ時に後悔したこと、したくない。やり残したことはないと。たった一度の人生を自分らしく生きたいっていう方にはおすすめです。で、おかちのね、こうライフスキルコーチ認定講座で学んだこと、そのすべて、全部よ。全部自分の講座で使っていただいて OK です。で、スライド、今日のスライドもそうだし、400枚プレゼントするので。 ね、なので、あの、副業したいっていう方も、えー、もし興味があればね、180日、そして、その後90日の無料のアフター期間もあるから、えー、180日かけてコーチングを学び、それをどうやってマネタイズしていくのか、そういうこともね、90日間かけてね、サポートはさせていただきますので、えー、興味がある方は、えー、公式 LINE に登録してね、チェックしてみてください、ということでございます。はい。 えー、ちょっと最後宣伝させてもらったけど今日はね自分らしく生きる7つの原理原則というお話をさせていただきましたということでまずは人生脚本を作る僕たち私たちはこの脚本に従って生きてるから脚本が間違ったら間違った方向に行くんです。 なので、自分がこう行きたいというところに進んでいけるように脚本を作りましょうということですそしてコントロールできることできないことを見極めて自分がコントロールできることに100%お金、時間、エネルギーを集中するぼんやりではなくなんとなくではなくはっきりと明確にくっきりと自分がこういうふうに行きたいこういう関わりをしたいということを言語化するそして自分も相手も大事にしたコミュニケーション 習慣を作って、健康を大事にしつつ、ライフスキルを身につけていきましょうと。そうすることでね、自分らしく生きていけるんじゃないかなと思っております。でね、今日話したようなことは、こちらのね、緩める子育て。まあ、こちら子育てをされている方も、されていないことも、ね、方もね、自分の中にある人生脚本をどうやって緩めるのか、いわゆる自分を育て直すための本になります。 もちろん子育てされている方は自分の子育てにも応用できるし、子育てをされていない方は自分の中にある人生脚本を緩めるっていうことにも使えます。で、こちらね、インスタグラムでも、えー、毎週火曜日ね、人生脚本を緩めるためのライブ配信をしているので、インスタグラムのフォローと、こちらのね、アマゾンと楽天でも購入できますので、ぜひね、こちら手に取っていただけたら嬉しいです。そして、おかち公式 LINE もやってます。親と子の生きづらさを紐解くライブスキルーの学校ということで、こちらは人生脚本を書き換えるための 動画、有料講義の動画、つまりライフスキルコーチ認定講座の動画をバスバスバスって来た一部をね、24本、一部って言っても24本よ。それをプレゼントしているので、してるので、ね、ぜひこちらね、こちらの、えー、QR コードからね、えー、携帯でポチってやったり、概要欄にも UR あ URL がありますんで、そちらからチェックしてみてくださいと。先ほど紹介したライフスキルコーチ認定講座の案内もお渡しさせていただきます。ということでございますね。 はい。ということで、ということで、えー、今日はこんな感じでしょうか。今日はね、自分らしく生きるための7つの原理原則というテーマでお話し,しました、えー。普段もね、こんな感じで、親も子も楽になる緩める子育てをテーマにしながらね、えー、子育てだけじゃなくて、えー、仕事でもいろんな場面でね、イライラしたり、自分を責めてしまう、それをどうやって緩めるのかっていう考え方のコツとか、子供とか、周りの人と円滑にコミュニケーションするためのコミュニケ、えー、方法や行動習慣を紹介します。 しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押していただいたら大変励みになりますのでよろしくお願いします。ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はピッカピカに輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。いい感じにお腹すいてきた。トウモロコシ食べようかな今日は。